もう本当ファンから全部言ってくれたこと、はい、で、ファンからこうやって MC で言ってくれたことを、俺はこれリリックで伝えるから。あれ。DJ やるの。さっきね、あの一部の時ね、あのミキサーをね、こうティーバーランドのブーツが最後にスカーンってこう蹴飛ばしてね、っていうトラブルがあって、ね、毎回何かがあるけどね、今回あのディスクを入れ忘れてたんで、シーが今かっこよく着ないけど、そうディスクまたチェンジして、いや、やっぱね、そこでスパンっていかないのがやっぱ、そう、ミュージックスケートで、そう、でもね、マジで、ディスクを再生するからちょっと待ってもらって、CD 入れれば OK は流れそう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 、上だろ。じゃあ、リリックで全部伝えさせてもらえよ、今日最後、全部は、全部今日、使い切らしてもらうんで、DJ。一人一人を大事にしてもらいたいんだよ、俺は。あ、俺いや、みんなだけど、すいません、申し訳ない。いや、
なんかあの、あざみのっていうね、僕たちの仕事の小言のね、あの酒飲んでる時みたいな感じで、そうだね、いつも飲むと暑いから、うん、ハッシュがずっとこういうことで、ほんとラップがすごくね、俺らは単純に音楽が好きで始めてて、でこれでみんなの前に単純に俺らの気持ち伝えられることが好きで、それでこうやっていてくれることがすごく嬉しいし、何よりもね、この財産の仕事でね、音楽を始めてなかったらこうやってね、出会わなかったし、こうやっていろんな人にも、そしてここで恩恵も受けてね、こうやってやらせてもらえる場所があって、なので俺らは、みんなね、マイプレイヤー、記録をブレイズとかね、コツコツ、まあ、栃木の真のアーティストとここで音楽をやってるこの日々をね、すごく大事にしたし、ここからね、また一人一人伝えていけたらいいなってことでね、うん、オッケー、またね、来るんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあ